クリミアの天使ナイチンゲール。後にクリミアの天使として知られることになるフローレンス・ナイチンゲールは、1820年に裕福なイギリス人の両親の新婚旅行先であったイタリアのフィレンツェで生まれました。ナイチンゲールはその後両親と共にイギリスへ戻り、何不自由なくすくすくと育ちました。やがて成長したナイチンゲールは、地主の父が主催するパーティーでお手伝いをするようになります。家にやってくる大勢のお客さんのお相手をするわけですが、ナイチンゲールはこれが退屈でたまりません。お嬢さんや、何か飲み物を持ってきておくれ。エイブリーさんはどちらかね。ナイチンゲールはお客さんからの呼びかけに丁寧に応対しなければならないのでした。ああ、私が本当にやりたいことはこんなことじゃないはずなのに、毎日が憂鬱だわ。ナイチンゲールの好きなことは読書でした。朝から晩まで部屋にこもって本を読み、たくさんの知識を吸収することがナイチンゲールの楽しみなのでした。しかし、そんなナイチンゲールをお母さんは心よく思いません。勉強する暇があったら家事を手伝いなさい。そんなお母さんにナイチンゲールは反抗します。私は本を読んでお勉強することが好きなの。何でもかんでも家事を私に押し付けないで。するとお母さんはこう答えます。何を言ってるの？女の人に学問なんていらないわ。あなたには家事をちゃんと覚えてもらって、裕福なお家のご子息と結婚してもらわなきゃならないの。だから家事を手伝いなさい。そう言われたナイチンゲールは、本を読みたい気持ちを抑えて、しぶしぶ家事を手伝うのでした。1845年、ヨーロッパ全土でジャガイモ飢饉というジャガイモの疫病から発生した大飢饉が起こります。裕福なナイチンゲール家には飢饉の影響はありませんでしたが、ナイチンゲールの住む村ではたくさんの人が飢え死にしました。そこでナイチンゲール家では余った食料を村の人々に分け与えることになったのでした。ナイチンゲールはたくさんの作物が入ったカゴを携えて近隣の家々を回りました。食べ物をたくさん持ってきました。好きなだけ持って行ってください。ナイチンゲールはそう言って家々を回るのでしたが、中にはうちのおばあちゃんはもう食べ物を食べられるだけの元気がないんです。お医者さんを呼んでくださいというものもおりました。そう頼まれたナイチンゲールはすぐにお医者さんを呼びに行くのですが、お医者さんが病人を診察する頃にはすでに帰らぬ人となっているのでした。こうした様子を見てナイチンゲールは自分の無力感を募らせていくのでした。目の前にいる人がたくさん死んでいくのに何もできない自分。この経験がナイチンゲールを看護師の道へと歩む決心に導いたのです。ナイチンゲールは家族に看護師になることを打ち明けます。
しかし、裕福な家に生まれたお前が看護師になるなんておかしいわ。と、お母さんが猛反対します。普段はナイチンゲールに理解を示してくれるお父さんも、看護師がどれだけ大変な職業か分かっているのか。看護師だけは絶対にダメだ。と、反対の態度を取りました。ナイチンゲールは家族の反対を押し切って看護学校に入学します。読書好きで勉強好きでもあったナイチンゲールはめきめきと看護師としての教養を身につけていきました。あっという間に看護学校の優等生となったナイチンゲールでしたが、看護学校の悪い部分も目にするようになります。当時の看護師の仕事は社会的に評価されておらず、また看護師になりたいと思う者の意欲も著しく低いのでした。そのため病室の清掃がきちんと行き届いていなかったり、患者への態度が悪い看護師も多くいたのでした。こうした経験は後のさまざまな病院改革につながります。1853年クリミア戦争が勃発します。もともとはロシアがトルコに仕掛けた戦争でしたが、トルコを助けるためにイギリスとフランスが戦争に加わったのです。ところがあまりの戦闘の激しさにイギリス軍は大量の死者とけが人を出し、それが本国イギリスへも伝わることになったのです。これを聞いたナイチンゲールはイギリス軍の兵士たちの治療に従事するため看護師団を組織してクリミア半島へ渡ることになりました。ナイチンゲールはその団長となりました。裕福なナイチンゲールは渡航費や薬代などを自腹で捻出し、38人の看護師を引き連れてイギリスを立ちました。ナイチンゲールがたどり着いた先はクリミア半島に近いトルコのスクタリというところでした。スクタリには戦闘で負傷した兵士たちが次々と運ばれてきます。早速ナイチンゲールは寝る間も惜しんで兵士たちの治療に従事し、怪我を負った兵士たちが回復を遂げるまでそばに付き添いました。怪我で苦しむ兵士たちにとってナイチンゲールはまるで天使のような存在だったのです。やがてクリミア戦争も終結し、ナイチンゲールはイギリスへ帰還することとなりました。ナイチンゲールの活躍ぶりは本国へも伝わっており、ナイチンゲールは国家の英雄として扱われるようになりました。そしてナイチンゲールはビクトリア女王とも謁見し、現地での看護の様子などを詳しく説明しました。イギリスへ戻ってからナイチンゲールは病院改革に着手するようになります。現代でも病院に設置されているナースコールはナイチンゲールが考案したものです。また看護師が着ている白い制服も清潔さを保ち、かつ看護師としての自覚を持ってもらうためにナイチンゲールが考え出したものでした。
また病院食の改善にも着手し、栄養学からの視点を献立に取り入れた食事が病院でも提供されることとなったのです。こうした病院改革を次々と成し遂げていったナイチンゲールでしたが、若い時の無理がたたり、晩年は病に伏せがちとなります。1910年、90歳でナイチンゲールは亡くなりました。おしまい。